ジャマイカ料理は、ジャマイカの料理。ヨーロッパやアフリカ、アジアなど様々な地域の影響を受けているカリブ料理。ヤギカレーにライスと豆を添えたものジャマイカ料理は、原住民であるタイの族、ジャマイカを植民地として支配したスペインやイギリス、そしてスペイン人やイギリス人が連れてきたアフリカ人やインド人、中国人からの影響を受けている。他の影響は、ユダヤ人、 レワノン人、アイルランド人、さらに近年では日本人の移民からもたらされている。タイの族は農耕を行っており、キャッサバやトウモロコシなどを主食としていた。調理方法としてはバーベキューが挙げられる。スペイン人はオレンジやレモン、ライム、ブドウ、タマリンド、砂糖キビ、ココナッツ、バナナ、生姜、ザクロ、プランテンなどをもたらした。 スペイン人から影響を受けた料理としては、エスコビッチドフィッシュ、豆、シチュー、オックステールなどがある。揚げるという調理方法は、スペイン人により持ち込まれた。また、牛や馬、ヤギ、羊、馬、ラバなどの動物もスペイン人によるものである。イギリス人からは、マンゴーなどの食材が持ち込まれた。また、調理器具として、オーブンがもたらされ、ローストや、 塩漬けなどの調理方法が発展した。バンズ、スコーン、タルト、パイ、ケーキなどがオーブンで焼かれた。ケーキ作りは今日でも盛んである。アフリカからもたらされた代表的な食材はアキーである。ジャマイカの国商にも使われており、アキーソルトフィッシュはジャマイカの国民食とも言われている。ジャマイカ料理は今日においてもアフリカからの影響が大きい。 塩漬けの肉やソルトフィッシュが好まれるのもその影響である。奴隷制の廃止後、労働力としてやってきたインド人や中国人からも影響を受けている。ジャマイカ独特のカレー料理が生まれた背景には、初期のインド系移民がジャマイカで入手することができる限られた香辛料で調理しなければならなかったことも影響している。カリーゴートやカリーチキンは、 ローカルなファーストフード店でも提供されており、代表的なジャマイカ料理といえる。中国人はジャマイカに醤油をもたらした。ジャマイカの肉料理には、醤油が使われる場合が多い。また、ラスタファリアンは、アイタルフードと呼ばれる一種の精進料理を食べる。肉類や鱗のない魚は食べない、塩を使わないなどの特徴がある。ありがとうございます。